神奈川県の小田原にやってまいりましたということで、今伺ってるのが小田原マリンタウンです。ご存知、雲の小田のインストラクターのお店でございます。ありがとうございます。今回また新しく出る浮きというのが、はい、こちらあのインセントの、まあ、ラージサイズ、大きいサイズですよね、うん、でラージっていう形で、うん、あの通常のモデルよりも、うん、まあ、大きいモデルが出ますよっていうことですね、今回ですね。いや、インセントがもともとその、うん、まあ大体 9g ぐらい、ざっくりですね、うん、はい、でそこからさらにちょっとプラスされた重さになる。そうですね、14から15グラムぐらいになると思いますね。なるほどね、はい、今あの最終の調整をしているところなんですけれども、なぜそれを必要になるようなこうイメージを持たれたというか、まあまあ、あの浮きの性能が同じ、自分の理想はですよ、はい、浮きの性能が同じ状態で、うん、各サイズあった方が、はい、あのいろんな釣りに、例えば自分がやってるホームだけじゃなくて、はい、全国を行くときに、うん、あの対応ができるっていう、やっぱり1個のモデルだけだと対応ができないっていうことが多々あるので、はい、そこでサイズ展開をしていきたいっていうところなんですけど、はい、まあ、今回最初にラージっていう形で L サイズを出させてもらうのは、はい、やっぱり一番分かりやすいのは遠投したいっていうところ、まあ、もう皆さんお分かりの通り、大きいと飛びやすいから遠投できるっていうことで、うんうん、今まで自分たちがやってたエリアの外を釣れるっていうところですね、より、はい、より遠くっていうことでやりやすくなるしっていうところもありますし、はい、で、まあ、あとは全体的に今大きい浮きを使う方がだんだん増えてきたっていうのもあると思うんです。そういうのもあって、まあ、今インセントを使われている方から、はい、その大きいサイズが欲しいっていうあのご要望もあって、うんうん、で宇津源さんの方と話を進めて、もうずっと、まあ、テストを繰り返していた状態なんですね。お、うん、今ようやくなんとか形になったというところです、うん、まあ、あとは L サイズの、私自身の L サイズの考え方っていうのは、うん、あのその今最初に言った円筒だけではなくて、うん、あのなんていうのかな、小さい浮きだと潮に噛む力がやっぱり怒りとしての、はい、うん、役割が弱くなるから、うんうん、大きければ大きいほど潮噛みはいいし、はい、潮乗りもいいしっていうところもあるんですね、はい、うん、だから別に遠くを釣るから L サイズではなくて、うん、近くでも要は例えば手前の潮はあの右手前に押してきてて、うん、で自分が入れたところとか潮目は右沖に出てるような潮ってあると思うんですけど、うん、ああいう時に小さい浮きを使っちゃうと、うん、手前の道と浮きから手前の道、竿までの道糸が、はい、手前の潮に取られて、はい、右に引っ張っていかれちゃう、右手前に引っ張っていかれちゃうところが大きい浮きに変えないと、その噛んでくれないっていう、はまってくれない、あります、うん、だそういう時にはだ近い距離でもそういう L サイズを使った方がいいっていう状況があるんで、あります、ね、そんな時のためにも L サイズが使えるんじゃないかなと思ってるんですよね。あとはまあ細糸でやってるばっかりじゃないので、はいはいはい、あの離島に行ったとか、うん、あとは潮の速いところで、はい、食いがいいところでお長釣りをするとかの4号道とかの釣りは私にもあるもんですから、うん、そんな時には浮きが小さいとやっぱり道糸の抵抗に負けてしまって、うん、同じように潮に噛んでいかないというか、うん、毛糸を合わせながら流すことが難しくなるので、はい、だそういう時には大きい浮きっていうのが必要になるんですよね。今すごくあの、まあ、一つ大きいキーワードが出たんですけれども、飛ばすためだけのものじゃないと、まあ、もちろん飛ばせるというのは一つあるんですけれども、うん、釣りをするのに道糸の置き方とか、はい、ライン操作、うん、道糸操作っていうのがあると思うんですけど、うん、それをやった上でも小さい浮きよりは大きい浮きの方がやっぱり浮きの力を借りれるという面では、その先今言った怒り、浮きを怒りとして当たりを取るというような付け餌を運んでもらう道具として浮きを考えた時には、はい、小さいよりは大きい方が力があるので、うん、あのそういう助けにもなると。大きい浮きだから、まあ、飛ぶとか、まあ、どうしてもそういう方向にこう目線がいっちゃうんですけれども、やっぱりそう考えるとですよ、遠投釣り場じゃなくてもやっぱりこういう浮きっていりますよね。うん、ですね、あの、うん、その方が楽な部分が多いので、うん、近距離であっても食いがいい、例えば当たりを取る、この浮きはね、はい、当たりを取る道具と考えた時に渋いから小さい浮きを使って抵抗なく食わせてよっていうのってあるじゃないですか。はい、ありますけど、別に渋い時ばっかりじゃないので、
もう活性が高くてすごい浮きがシュッシュッと動くときには大きくても別にいいわけですよ、うん、でその方が次が楽だし、そうですね、今言った操作性は楽だし、うんうんうん、あの負けるとずれないし、うん、っていうところのメリットは非常にあるので、うんうん、あともう一個あの、はい、ノーマルの通常の大きさで、うん、例えば負けを巻いてドンピシャで合わせたい時はありますよね、うん、ありますね。その時に銃の力で振り込める、うん、その距離ですよね、うんうん、で銃のノーマルの大きさで銃の力を入れてっていう時に届くんですけど、うん、やっぱり力を入れて振ったりしますから、分かる、それだったらサイズを大きくして7の力6の力で振り込んだ方がコントロール性能が絶対上がる、上がります、絶対上がります、うん、その余裕を持って7の力で振り込んだ方がコントロール性能がいいので、うん、もし 10の力で振り込んでピシッと合わせられる方はそれで小さい浮きで当たりの出方っていう面でもメリットがあるのでけど、ずれちゃって釣れないぐらいだったらサイズを大きくしてでもいいからコントロール性能とかの精度を上げた方がいいと思うので、そんな面でもあの小さい浮きで届く範囲かもしれないけれども大きい浮きに変えることですごい楽に釣りが展開できるっていうメリットもあると思いますよ。あの大きさ以外で何か変えてほしいっていうところあったんですか？逆に全くないんです。それ逆にないって言っちゃうとすごい聞こえが悪いかもしれないんですけど、あの変えないようにしてるっていう感じ、うん、それなんでかっていう と、はい、今まで使ってたものと変わらない形っていうか変わらない性能で大きくしたいんですね。変わらない性能で大きくしたい、うん、はい、それなんでかっていうと例えば、まあ、浮きで言うと形、まず形が変わったら、うん、ね、大きさが大きいんでその分形は大きくなってますけど、はい、例えばあの膨らむ位置が変わったりとか、例えばそんな大きく、じゃ今どんぐり型ですけど、それを下膨れにしたりとかすると浮きの性能が変わってしまうので、で形を変えない、で塗装を変えない、素材を変えない、でリングを変えない、パイプを変えない、塗り方変えないっていうことをそのまま継承してるんですよね。インセンドのノーマルをそのまま継承するっていう形にしたいんですよ。それなんでかっていうとノーマルを使っている感覚のまんま大きくしないと、ここも変わった、ここも変わった、ここも変わったっていうと釣りをしている上で仕掛けの動きが変わった時に海のおかげで変わったのか、それとも浮きの性能が変わったから変わってるのかって、もう変わったことがいっぱいになってしまうとわけがわからないので、若干あの大きい分だけ肩を張るとかっていうのは、それ怒り浮きの性能としての部分が ありますけども、基本コンセプトは何も変わっていなくて、当たりが出やすい敏感なその結局ハンドの良さとか、あの塗り幅が小さいおかげでその仕掛けっていうかの角度が見えますよとかっていうものに関しては、同じでなければ逆に陰性の意味がなくなるので。そういうふうには作ってもらいましたけどね。あ、なるほど、はい、霧、なんで霧なのかっていうことをずいぶん私も昔から勉強もさせてもらったし、こだわったしっていうところで、はい、やっぱり天然の木でしかできないことっていうのがあるので、はい、浮いてたのものが沈もうとした時の浮こうとする力っていうのはやっぱり天然の木材に勝てないので、特に霧っていうのはそういうものがあるっていうのは私自身のイメージとしてあるので、でそれを特性を生かすためには塗装を厚くしてしまうと、うん、結局は霧材のその良さがボケるので、はい、うん、結局厚膜にすることで重心が外に逃げるから、うん、真ん中に入れられる重りの仕込める量が減るということがあるから、うん、結局ボワッとした感度のボケた浮きになるって、私はその感覚があるんですね、はい、だから薄膜にするとぶつけたら壊れるっていうデメリットはあるんだけれども、そのデメリットよりも私の場合は感度の良さとか粘りの良さっていうものを優先したいからって言って薄膜にしてもらったっていうところなんですけど、はい、L サイズにすることで切り材の率は多分上がると思うんですね。まあそうですね、切りを使う体積が増えますと思うので、 L サイズは多分通常モデルより粘りが間違いなく出るとは思ってるんです、ね、それは大きい浮き全般で食いつきもいいしっていうことで言うと、大きさのあるメリットっていうのは絶対あると思うので、そういう良さも多分インセントのシリーズの中でも特化した形にはなってると思うので、
初めて使う後はね、あのそこまでまだその粘る感覚、止められる感覚っていうのは、うん、あの難しいよっていう方でも、はい、そういう細かい小さな動きでなかなかできないっていう形がの方でも大きいサイズを使うとあれを思ったよりできるねっていうこともあると思うので、あそういうことか、うん、だから L サイズがさっき、まあ、重複になっちゃうけども円筒だけではない L サイズであるメリットっていうのがあると思うので、うん、もちろん大きくすればじゃあもうとりあえず大きくしましたからこれでいいですよねって釣り券から久保さん持っていくわけでも当然いきませんので、当然そこにはあのこれが、まあ、形になるまでのストーリーがあったわけで、ちょっと開発秘話的なものを少し聞かせていただいたなと思うんですけど、うん、それは L についてその通り、うん、まずは、ね、実は、うん、L を作るのって最初のインセント、うん、最初生まれる時ありますよね、はい、ありますよ。これに比べたら苦労は10分の1です。最初の一本の部分でね、うん、っていうとニュアンスだから伝わらなくて、でそこを作るのっていうのはもうやっぱり試行錯誤、うん、やりながら ここがこうだよね、ああだよねっていうことを一個一個やって、で完成したのが最初のノーマルのインセントだから、はい、そこの土台がしっかりしてるから、うん、L サイズっていうとさっき言った最初の L にすることの意味っていうものを乗せてあげればいいだけだから、うんうんうん、そういう面ではあのそこまで苦労がないわけ、芯がしっかりしてるから、そうベースがね、そうそうそう、こうってカチッとしてるものに対して大きさのメリットとかっていう部分を乗せればいいだけだから、自分の中では、あのいいものって綺麗なんですよ、美しい、うん、というイメージがあって、なんか違うって思ったってことは何かアンバランスになるのね。あのだいたいほら第一印象で悪かったら実際に使っても悪かったというようなちょっとそういう感じ、うん、です、です。だからやっぱその感性というか最初の印象ってやっぱ大事なんですね、うん、すごい大事に俺はしてるので、うん、だから結局最終的にはどんぐり浮きなんだけど、どんぐり浮きなんだけどちょっと肩が張ってる、うん、そうですね、イメージ的にはね、アメフトの選手面白い、うん、はい、ざっくり言うとね、はい、うん、あのアメフトの選手って、まあ、普通の体があった時に、はい、肩にプロテクターを入れてるおかげでちょっと怒り肩というかです、ね、はい、肩幅半端ないねみたいな感じに見えるでしょ、はい、うん、ああいう普通の人よりもちょっとプロテクターついてますねみたいな、あ横の部分が主張してるんだ、そうそう、肩張ってんね、うん、あんたっていう、ちょっと何鍛えたのって、うんうん、いう感じのイメージ、俺のイメージで言うとね、うんうんうん、だから非常に多分辻健さんのメーカーさんは困ると思う、俺はこういう説明の仕方をするから、うん、けど自分の中ではそういうそのシュッとした感じって言ってみたりとか、うん、肩が張ってアメフトの選手っぽいぐらいの肩からのスッと下半身はなんかスッと絞れてるよっていうイメージの浮きになってるんですよね、これ、うん、アメフト選手だ、そう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 、でそれは何でかっていうと肩が張ってることによって張った時の多分水中の中での食いつきの良さ、うん、海水に噛んでくれる良さ、うん、でシュッとなってることで、その入っていく時の当たりの感度の良さっていうものにつながってるんだろうけども、うん、その理論的なこととか物理的なことは私は分からないけれども使っていっていろんな浮きを使ってきた今までの釣りの自分の釣りの経験値の中から自分に合う自分がいいと思う形っていうのはそういう風になってきてるんだろうなっていうところで、あの M サイズもノーマルサイズも作らせてもらって、で L サイズもそれでお願いをしてもう作っていただいたっていう形なんですよ。なるほど、うん。